はい、どうも皆さんこんばんは、サイデーマンです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、今日もやっていきたいなと思います。前回知り得た情報によってですね、ハイラル宿場町に、ラムダが残した本がありましたね。そこにいくつかヒントが書かれていたというところからです。今回入手するお宝なんですけれども、ラムダの秘宝妖精の緑衣を今回回収しに行きたいと思います。で、妖精の緑衣といえばですね、ゼルダの伝説の妖精の緑衣といえばですね、おなじみのチンクルですね。ムジラの仮面にも出てきたチンクルの装備を今回回収しに行って、その効果等を検証してみたいなと思います。妖精に憧れし男の緑衣はハイラル平原の戸籍に隠す。一つは交易の境しところ、罪人の捕らえられし獄の跡、牧場に隣り合う人の集いし町の跡っていうことなので、ハイラル平原の中に、それっぽいところがないかちょっと順番に調べていきましょう。まずはなんだ、交易所みたいなとこ行ってたな。交易所あった、これか。ハイラル平原の中にある交易所といえばもうここか。でもハイラル平原外だとこっちの方にもあったんですけど、まあ多分ここでしょう。ここに一つがあるということなので、まずは交易所跡行ってみたいと思います。はい、交易所周辺にやってまいりました。この辺りにですね、チンクルの装備があると思うので探していきたいと思います。さあどこだ。ここに来てね、探す方法なんですけれども、おそらくマグネキャッチが、こいつらちょっと空気を読んでくれ。あ、そうそう、マスターソードがね、攻撃力60の、完全に覚醒した状態になっております。これ剣の試練のね、極意を、クリアしたので完全に強化がなされているという状況ですね。じゃあ探していきましょうか。お、これか、これかな。はい、そうですね、チンクルの装備。こういう時はね、もうマグネキャッチでその辺周辺探してやればね、すぐにもう見つかりますよ。さあチンクル装備、何が手に入るか。チンクルの頭巾、妖精に憧れた男が好んで身につけていた頭巾。その男によって緑の色は妖精の証だったらしい。売ってしまうと二度と手に入らない品のようだってことなんですけど、とりあえずチンクル装備はですね、全てゲットしてから一斉に装備したいなと思います。ですね、チンクルは多分このブレスオブザワイルドの世界ではね、もう多分いないのかな、死んじゃったのかな。チンクルは森に帰っちゃったのかわかんないんですけど、ちょっと悲しいですね。チンクルがね、どういうやつかっていうのは、多分ムジラの仮面、僕も実況してるんでね、ムジラの仮面ではね、現役バリバリで出てくるので、まあまあ根はいいやつだと思うんですが、はい。ということで次の場所行きたいと思います。次はですね、罪人の捕らえられし獄の跡、罪人の捕らえられし獄の跡、これなんださっきから、あ、実か、コログの実か、はい、一応回収しておくと。罪人の捕らえられし獄の跡、ちょっと見に探しに行きたいと思うんですが、ハイラル平原の辺にある刑務所ってことでしょ。要するに罪人を捕らえられし獄の跡、リンゴの森か、絶対違うな。獄の跡ってことなんで、ハイラル城周辺ってことだと思うんですが、これか、監獄跡、多分ここだと思います。ここに、じゃあチンクル装備を回収しに行きたいと思います。カットします。はい、監獄跡にやってまいりました。薄気味悪い、夜に来れば絶対に、心霊スポットになりうるような場所なんですけれども、早速じゃあ探していきましょう。今回はまたこのビタロックで、ビタロックじゃない、マグネキャッチで、見つけていきます。お、なんだこれ、錆びた盾、盾をお供えしてんの。あ、ここ錆びた盾置いたらなんかみたいな。ちょっと錆びた盾今持ち合わせてないんで、何か起こんのかな。錆びた盾じゃないんだよ今回見に来たのは。シンクルだ、あった、ありました。
多分これですね。ぶっちゃけね、俺今回チンクル装備の効果がね、俺気になってるんですよ。どういう効果が得られるのか。妖精になんか反応してくれるみたいな。妖精に憧れた男が身につけていた服と。はい、2つ目回収しました。最後の1個ね、取りに行きたいと思います。チンクルはね、実はね、いいやつなんだよ、チンクルは。牧場に隣り合う人の集いし町の跡。これもなんかさっきありましたね。牧場、これでしょ？平原の牧場跡。じゃあ平原の牧場跡まで行きたいと思います。はい、アイバの DK と共に、平原の牧場跡までやってまいりました。この辺りに最後のチンクル装備があるということなんですが、あるということというか、まあ多分あるだろうと思うんですけれども、ガーディアンか。ガーディアンね、このが、待って、向こうにも奥にもいるのか。まあ、とりあえずこいつら片付けるか。今のこのマスターソードの切れ味、確かめてやりましょう。さあ、俺の、ほら、一撃でしょ。一撃ではなかったか。ほら、すごい攻撃力ですよ。大したことないんだよ。あと、ちなみにマスターモードっていうので、このゴブリンもなんか金のゴブリンが出たりとか金のライネルが出たりとかっていうことがあるらしいので、それもちょっと楽しみにしたいなと思うんですが、あ、そうそう、ガーディアンにね、あの僕があのジャストガードをね、剣の試練でやたら失敗して盾がねぶち壊れるみたいな事態が起こったんですけども、ジャストガードはもうマスターいたしました。あのジャストガードのタイミング、まあ、何度かミスってるんですけど、ジャストガードはね、この青く光ったタイミングで押してやると決まるみたいなことだったんですね。こうですね。はい、もうこれは完全に、完全ではないですけど、8割方決まるようにはなりましたね。いや、剣の試練でね、盾がなくなるっていう、後半もうボロボロになったんですけれども、まだ見てない方ね、よかったら、動画が残ってるので見てもらえたらなと思うんですけれども、あれはきつかったな、みんな。盾途中なくなった回はきつかったですね、あれは。はい、ということでここじゃあ早速探していきましょう。これもまたマグネキャッチで見ていけばどっか光るとこがあるでしょう。牧場跡ってことなんでこの辺だと思うんですが、さあ最後のチンクル装備を、姿を現せ。ここじゃないのかな、絶対赤く光る箇所があると思うんだが。はい、ちょっと探してみたいと思います。はい、発見しました。さっき牧場を探してたんですけども、このヒントを見る限りですね、牧場に隣り合う人の集いし町の跡なんですね。なんて、名部の町の跡の近くにある、ここにね、怪しげな宝箱がありましたので、多分おそらくこれだと思います。間違いなく多分ね。お、ガーディアン、EX、 これでチンクル装備が全て整いました。チンクルのズボンね。このチンクルの、効果をちょっと確かめていきたいなと思います。はい、ということでチンクルの装備、早速着ていきたいと思います。チンクルね、ようやく。ほう、夜間移動スピードアップらしいです。チンクルの装備は、セット装備の効果が夜間スピードアップですね。なんかダークリンクの装備っぽいやつなのかな。じゃあ早速、待って、警戒されてる。いや違うって、だそこはダークリンクじゃないんだよ。いや俺顔普通に人間だよね。なんで警戒されてんの、なんで俺警戒されてる、みんなに。ちょっと誰か、よ、うわ引かれてるやん。いや、ドン引きされてんじゃないですか。はい、ということで、ドン引きされてしまったということなんですけれども、一旦ね、この赤き月の夜がタイミングよくこう現れるっていう、状況なんですけれども、また次回ね、このチンクル装備とともに
ます、うん、このチンクル装備とともにね、また次回何かな、黄昏の冠だっけかな、装備なんだっけ、異常にドン引きされたんですけども、黄昏の冠、もしくは無限の鎧の、効果等を確かめに行きたいと思います。この無限の鎧っていうのがね非常に楽しみなんですけれども、また次回ね、装備と、回収するパートになるかなと思うんですけど、またブレスオブザワイルド、こちら写し絵とかね、マスターモード等の生放送また考えてますんでね、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。やっぱり引かれるんだよね、やっぱり引かれるんだよね。はい、ということでまた次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。